コニー360ワイドとは日産自動車系列の自動車部品メーカー愛知機械工業が1965年5月から1971年1月まで販売していたキャブオーバー型の軽商用車である。形式名は AF11 型。愛知機械工業が最後に発売した新型車であった。1964年秋の 第11回東京モーターショーに試作車としてトラックを出品し、翌1965年5月に発売したアンダーフロアエンジンのコニー360の車誌にキャブオーバー型の車体を仮装し、スバルサンバーやダイハツハイゼットキャブなどに対抗しようとした製品である。ワイドの名は、当時のこれらキャブオーバー型軽トラック中、最も荷台が広かったことから名付けられた。 翌1966年6月にパネル版の AF11PV が2年後の1967年4月にワイド版が追加された。ワイド版は車体左側に片開きのリアドアを持っていたが、右側はスペアタイヤ収納スペースでテールゲートを含めて4ドア版と称していた。気候的にはボンネット型の AF7 とほぼ共通で、 ギアボックスの4段フルシンクロ化なども同時に行われた。AF7 型が一足先に生産中止となった1970年にはマイナーチェンジを受けて外観を変更し、すでに1969年2月以来、日産コニーに社名変更していた販売店でサニートラックやキャブスターと併売されたが、同年10月に最後の23台を生産し、 翌年1月までに販売終了。愛知機械工業は自社ブランドの自動車生産から撤退し、販売店は再度、日産チェリーに改組され、日産初の全輪駆動車、チェリーの販売を行った。AF11 型の生産台数は10万886台で、米国統治下の沖縄をはじめ、フィリピン、台湾、さらにはアメリカにも少数ながら輸出され、 配達用や校内作業者として用いられた。ありがとうございます。